回このチップ工場ができるということで、まあ、反対というこの立場でこの会に入らせていただいたんですが、チップ工場が掛け間にできるから反対ということではなくて、今まで私たちが当たり前のようにこう紙を使えるようになったというのは、世界のいろんな国の、まあ、同じように暮らしていた方の生活を奪って今があるっていうことを忘れたくないなという思いは より強く感じました。で、まあ、この活動がもちろんかけろまの木を切らないっていうことにつながるのはもちろんですけれども、この先まあ、そういうもう自分たちの生活に突然何の予告もなくそれを壊されてしまうっていうようなそういう出来事が世界中からなくなるようなきっかけになれたらいいなというふうに思っています。はい、村田さんももうすぐ最後なんで、はい、一言お願いします。この、 自然が残ってる掛けろま島をこれ以上壊さないでください。お願いします。はい、企業とかですね、行政サイドでいう、いわゆるその雇用とかの問題、今瀬戸内町ではその、事実上企業の問題とか、まあ、経済的な問題、それは奄美全体的なことでもありますけれども、ただその企業がですね事業をするのは、まあ、基本的には何をしても自由だと思うんですけれども、民主主義国家の中でですね、ただ今これだけ環境問題が問われている中で地域の人たちとの合意形成なしに、強引にですね事業を進めていくというのは、まあ、いかがなもんですかということで、とかく何かに反対するっていうとなんか反社会運動をしてるみたいに見られがちなんですけど、決してそうではなく、かけろま島のありのままの自然が、好きな皆さんが今日集まってきていただきました。かけろま島もおっしゃってるみたいに昭和50年以降いろんなさまざまな工事で、まあ、護岸やら、いろんな公共工事ですね、2、30年前からしたら相当コンクリートが増えたなという印象がありますけれども、まだそれでも奄美大島本島の中では、かけろま島、宇家島、養老島っていうのはやっぱりきれいな自然が残ってるところだと思いますので、これからもぜひその森をですね守っていくために皆さんの動きっていうのは、広げていく必要があるかと思いますけれども、最後に、代表の方からですね、まあ、これは主になぜの方で見てますけれども、一言はい、ください。そうですね、かけろま島で言ったらやっぱり皆さんこう地域に住んでる方はもう自然に高そういう中に包まれてみんな育ったもんですからピンとこないですね。もうそれが当たり前やからね。そうじゃなくてこういう自然の中で生きてこそ優しさもこうね、さっきの赤崎さんの三重も生まれたようにこういうこう人を幸せにする、うん、こういう島を思う気持ちが、大事なものですから、やっぱりこういう島を破壊するということは、とても考えられないことで、耐えられない、そこはこの島はあと30年40年置いてったら、もう世界的にも注目される島になるんじゃないかと自分自身は思ってます。だからこういう島を絶対に破壊してほしくないです。こういう鹿児島の大東海運産業株式会社ケジナ氏に自然を破壊する業者自体がもう入ってきてほしくないということを強くここでもう断言して、私としては皆さんに訴えていきたいと思ってます。はい、ありがとうございました。本日はかけろま島のチップセンター問題を考えると、地域住民の声を聞こうということで、1時間お送りしました。はい、今日はどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。